サーディカー皆さん、さあ今日はですね、車でセントラルラプラオというショッピングモールに向かっています。なぜそこに行ったというと、ショッピングモールの、ショッピングモール限定ではないんですけど、タイの駐車場で起きるある面白い現象があるんですよ。これをどうしても皆さんにお見せしたくて、今回は、このねセントラルラプラオに向かっています。さあどんな現象なのかはこの後本編見てください。さて駐車場に入ってきました。駐車場どこもねいっぱいなんだよね、タイは。はい、じゃあ駐車します。とりあえず今車はここに止めました。ここまでは日本と同じなんですよ。何も変化はないんです。何がすごいかって、帰る時に起きるんですよ。まあちょっと皆さん待っててください。その現象が起きるまで一旦ねショッピングモールの中に入って、ここどんな感じなのかっていうのもお伝えしますので、ショッピングモールの中はハイブランドの化粧品、クリスチャン・ディオールとかシャネル、日本で見かけるようなお店がたくさん入っています。この中央のなんていうのかな、広場って言えばいいの、こういうようなところにマーケット売ってるような洋服が出店されているので、まあタイミングが良ければすごく安くいいものが手に入ります。偽物かな、ごめんなさい、これはフェイクじゃなくて全て本物の中古品です。まあこんな感じでね、何がやってるかってやっぱ着てみないと分かんないの。これもね、僕タイのショッピングモールでの買い物の楽しみの一つだと思います。毎回来るといろんな催し物やってるので楽しめます。タイならではの食べ物が売ってます。うわ、これめっちゃ美味しいやつ。これね、ココナッツを日本でいうなんていうの、お好み焼きみたいなスタイルで焼いてるんですけど、これマジおすすめする。すごい美味しいから。隣はドリアン。今が一番美味しい時期なんですよ。これね、皆さんに一つ紹介したいものがある。こちらサイマイ食べ物です。サディカップ、 Can I have one? One demi cup? チャイカップ。これね、サイマイっていう食べ物なんですけど、お菓子、日本で言うと綿菓子みたいな存在かな。タワラネカップ。こういう生地でこのサイマイの中身を包んで、この生地と一緒に食べる。これ本当に美味しいからね、ぜひ皆さん試してみて。ほら、他にもいろんなの売ってる。アーモンド系もあるし、日本のお餅も人気なんだよね、タイでは。こっちはフレッシュジュースが売ってるし。 Pick up, can I have this one? これ80バーツ、300円、400円ぐらいです。うわー、美味しい。 It's quite natural。 うん、戻ってきました、駐車場に。僕が期待している状況が起きているかな。はい、今車のところに戻ってきました。そして見てください、ほら、止めた車が、我々の車はこのスズキの白の車の後ろ。問題はじゃあどうやって出るんですかいと。これが邪魔じゃないですか。日本でまずこんな止め方でありえないじゃないですか。さあではタイはどうやってこれを解決するか見ててください。邪魔だね、この車。こういう時はしちゃいます。
ぶつけないように、ぶつけないように。おくらいかな。タイでは止まってる車の前に駐車するっていうのが当たり前の文化なんですね。っていうのは車がたくさんあるので、その数を止めるためにはどうしても駐車場をできる限りのスペースを車で埋めたいということで、こういうことが日常起きてます。で、起きるのが当たり前なので、みんな車のサイドブレーキは引いてないんですよ。だから出られない人はみんなお互いの車押し合って、どうぞ勝手に出てくださいっていうのがタイです。だから押しても OK ね。あのスタッフさんも押してるでしょ。さあでは出しましょう車を。はい、ということで今回皆さんに見せたかったこのタイならではの起きる面白い駐車場での現象っていうのはこのことです。みんな自由にお互いの車を押してもいいという日本にはないタイならではの文化でした。まあ、また僕のこの YouTube でこういうタイの面白い文化とか食べ物とかいろいろね紹介していきますので、ぜひ皆さん来週も見てください。それではレオジャーグランマイカップ。